長島町の養鶏場で、県内では今シーズン三例目となる。高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されたのを受けて。県は、この養鶏場などで飼育されている鶏、およそ十一万千羽の処分を進めています。鹿児島県によりますと、長島町浦底の養鶏場で。昨日、死んだ鶏が多数いると通報があり。県が p. C. R. 検査を実施したところ。 今日検査した13羽すべてから h5 型の鳥インフルエンザウイルスが検出されたということです。県内の養鶏場で鳥インフルエンザが発生したのは今シーズン3例目です。このため、県は今回ウイルスが検出された養鶏場とこの養鶏場の管理者が持つ、町内の別の養鶏場で飼育されているニワトリ合わせておよそ11万千羽の処分を進めています。 午後4時までにおよそ2万羽の処分が完了したということで、県は、明日朝までにすべての鶏の処分を目指すとしています。また、ウイルスが検出された養鶏場の半径3キロ以内を、養鶏場などから鶏や卵の移動を禁止する移動制限区域に、半径10キロ以内をその地域からの出荷を禁止する搬出制限区域に指定し、 養鶏場から半径10キロ以内には県内では合わせて25の農場があり130万羽余りのニワトリが飼育されているということです。